今回は変わった堆積岩についてて話をしていきます堆積岩というのはこのものが積もって押し固められてできた岩のことなんですが土っぽいものが積もってできた岩これで粒の大きさによって分けられる歴岩砂岩泥岩砂泥いうのがありましたまた火山灰が降り積もってできる岩で凝灰岩というのがありました。でももそれ以外にも 生き物が積もってできる岩が二種類あります。はい、この二種類何かというと。一つ目は石灰岩と言われる岩。で、これ珊瑚の死骸などが押し固められて固まったものなんです。で、もう一つはチャートという名前なんですが。これ硬い殻ら、まあ宝山中とかっていう昔の生き物の殻などが積み重なってできた岩があります。 この石灰岩とチャートこの生き物系の岩なんですが両方とも見た目として白っぽい岩なので区別がつきにくいんですこの後この石灰岩とチャートそれぞれの性質そして見分け方を見ていくこれは今回のテーマになりますでは続けて石灰岩とチャートの見分け方という話をしていきます まずこの石灰岩もチャートも生き物の死骸が積もってできた岩で両方とも白っぽいのですがちょっと性質に差があります石灰岩もチャートも生き物の死骸が積み重なっているんですが石灰岩はだいたいこれカルシウム系のものもでできている対してチャートはガラス系のものでできているんですね。 だから同じ生き物でできた岩でも石灰岩の方がカルシウムだからなんとなく弱そうなチャートの方はガラスだからなんとなく強そうな感じになりますそれを使った見分け方になります一番よく使われるのが塩酸を使う方法なんですこれ塩酸ものを溶かす能力を持った液体なのですがこれ石灰岩に塩酸をかけるそうすると溶けます ついでに二酸化炭素という空気が発生するんですが、でもチャートこれは塩酸をかけても溶けません。まあ実際にあのガラス系のものですので、ガラスのビーカーに塩酸薬品を入れたらガラスのビーカーが溶け出したってないんですね。だからこれ塩酸をかけても何もない。こんな見分け方ができます。あともう一個この石灰岩とチャート硬さにかなり差があります。だから岩とぶつけて簡単に壊れるのが石灰岩。 ぶつけてもなかなか壊れないのがチャートという硬さで見分けるということもできます。まあ、この石灰岩とチャート、本当に見分けがつかないので。地層を研究している人たち。白い岩ができたときに、どっちか迷うんですね。だから、地層を見に行く時の道具として。ちょっと塩酸を持っていくということをしているようです。はい、この石灰岩とチャート似た岩なんですが、見分け方。 薄い塩酸をかけるそうすると石灰岩弱い方はこれ溶けて二酸化炭素が発生するでもチャートは全く溶けないまた硬さの見分け方もありますこれが今回のメインテーマですでは今までの内容を踏まえて問題に入っていきます 今回は新しく出てきた石灰岩とチャートの見分け方についての問題です石灰岩とチャートを擦り合わせて硬さを比べたそしてそれぞれに薄い塩酸をかけて変化を調べたその時にどんな感じになったかという問題ですまず1番石灰岩とチャートこの2つを比べたときに硬いのはどちらかという問題です これ石灰岩というのはカルシウム系のものチャートというのはガラス系のものどちらが硬いかってこれガラス系のチャートの方が硬くて頑丈だったんですね答えはチャートですでは続けて番番に行きます2番この今回2つ用意した石灰岩とチャートここに薄い塩酸物を溶かす液体ですねこれをかけました,そしたら 溶けて気体が発生するのはどちらでしょうかまたその時に出てくる気体の名前は何でしょうかという問題ですこれ先ほどと同じなんですが石灰岩とチャートチャートってガラス系のものですごく頑丈でしただから薬品ぐらいで溶けませんまず発生するのは溶けるのは石灰岩そしてその時に出てくる気体これは二酸化炭素でした 全然別のジャンルになりますが実験で二酸化炭素を発生させたいという時にもこの石灰岩に塩酸をかけるという方法を使いますので合わせて覚えておいてください。では番番を見ていきます3番今回出てきたこの石灰岩とかチャートこれは一体何が堆積して何が積もってできた岩ですかという問題です。 これも正解からいきます正解はこれ生き物の死骸でした例えば石灰岩なんというのは珊瑚の死骸などが降り積もってできたものチャートは放酸中というものが積み積もってできた場合が多かったりしますでもそれ以外にもいろんな堆積岩ものが積もってできる岩というのがあります例えばこれ岩石土っぽいものが積もってできる岩これ大きさによって歴岩砂岩泥岩と三つありました またこの火山灰が降り積もってできる岩、凝灰岩というのがありました。今回のこの石灰岩チャートに加えて、この今まで出てきた堆積岩、礫岩、砂岩、泥岩、そして凝灰岩、これを合わせて覚えてほしいと思います。では今回のまとめに入っていきます。今回のテーマはこの堆積岩の中でも 生き物系のものが積もってできた石灰岩とチャートという2種類でしたどちらもこれ白っぽい岩で簡単には見分けがつらつかなかったんですねだどうするかというと見分ける方法としてこんな方法をとりました薄い塩酸をかける実はこの石灰岩はカルシウム系のものチャートはガラス系のものでできていますのでチャートはガラスっぽいからすごく頑丈なんですだから 塩酸を上からかけた時にチャートは溶けないんですが石灰岩は溶けるそして二酸化炭素が発生するという差がありましたまたさらにチャートは硬いのでぶつけた時にチャートは壊れないでも石灰岩は壊れやすいという見分け方もありました今回テーマは石灰岩とチャートの見分け方で塩酸をかけると石灰岩は二酸化炭素が出て溶ける チャートは全く解けないこの見分け方覚えてほしいと思いますでは次回の授業内容の予告に入っていきます次回は終局と断層というものについて話をしていきますえ何かと言いますと私たちの足元これこんな風に地面層状になっているというお話をしましたが実はこれ外から 力が加わるとこんな綺麗な層ではなくてちょっと壊れた形の層が出てくることがありますその2つが終局と断層ですというわけで次回はこの地層ここに外から力が加わった時にどうなるかという話を見ていきます